田口筆一10月8日から1953年10月20日は日本の官僚、政治家、法学博士。昭和前期に1930年から8年にわたり、衆議院初期官庁を務め、藤沢育之助、中村慶二郎、秋田吉、浜田国松、富田幸二郎、小山少女の6代の議長を補佐し、議会伸縮のために尽力した。この期間は、 浜口内閣から第一次、この内閣までにあたり、民政党、声優会の二大政党による、政党内閣と、その終焉、満州事変、満州国建国、2.26事件、斉藤隆夫の祝軍演説、帝国議会議事堂の春工、日中戦争の勃発があった時期である。その退任後、貴族院議員となり、終戦直後の衆議院議員選挙法改正案の、 審議の際には、特別委員となる、党、国政審議に参加した。公職追放の対象となったが、解除された後、全国選挙管理委員会予備委員を務めた。著書に、委員会制度の研究、帝国議会の話、地方議会運営論がある。本席は、大分県宇佐郡、糸口村、豪和、政権、肖像院、君に等。ありがとうございます。